はい、今日も親父の雑談ということで、ゆるゆるとお話ししたいと思います。こちらにもね、この蚊取り線香っていうのがあってね、こっちも蚊がいるんですよね。でね、蚊取り線香買ったんですけど、中開けるとね、本当にこう日本の蚊取り線香と同じような薪で、中のこう立てる部分がね、なんか丸太十字軍みたいな形で、なんかかっこいいなと思いました。いやいや、つまんない話で。で、今日スーパー行ってこんなネクタリン売ってみました。そうそう、ネクタリンで、日本語もネクタリンって言うのかな、言うんじゃない、ネクタリンって、カリッカリなんだよね、リンゴみたいな。硬いのが好きなんだよね。そうなんだよ、梅林くんはね。そうなんだよね、僕あの柔らかいもんも、もう受け付けなくなるほど硬、うん、いのが好き。硬い、うん、そもそも柔らかいものってさ、うんうん、かじった瞬間汁がすごい出んじゃん、うん、もうあれで合うと、もう俺はもう硬くて甘いのが好きなの。桃系は硬みが好き、うん、そうだね、大好き。桃でも完熟のあのやわやわも美味しいよ、結構ジューシーで。そう、あんまり苦手まあ いざ食べたら割と美味しいかもしれないけど、でもこんだけフランス産らしいですけど、何個入ってる、12個入って1ユーロ79だから200円ちょっとぐらい。1キロ分だね、書いてるけど。1キロか、うん、200何十円だそうです。安いよね。ねえ、どうなんだろう、日本と比べて分かんない、日本の値段知らないか分かんない。まあ結構美味しいです。はい、ということで今日はワークブーツの話をしたいと思います。ね、これはね、僕が東京に出て、国立市っていうところに住んでたんですけど、そこで途中にね、立川の立川駅ウィルっていう駅ビルが出てきたんですね。まあいいや。ああ、あれか。うん、時計か。でね、そのちょっと調べたんですけど、立川のウィルっていう駅ビルができたのは1982年の10月ぐらいだったらしいです。でそれが開店して、その中にバセットウォーカーっていう服屋さんが入ってたんですね。でそこでこれを買ったんです。だから多分1983年の初め頃にこれを買ったと思います。で、まあ、これはもう全然説明する必要もないと思うんですけど、これは、まあ、いわゆる赤羽、ちょっと滑った感じなんであのレッドウィングですね。でこれをだから1983年に買ったから、もう随分、ね、古いね、うん、でこれがね、知らなかったんだけど、最近若い子にもまだまだ人気なんだって。そうなんだ、うん、全然知らなかった。でね、これフランスに来て少し履いてたんだけど、履かなくなったのね、うん、でなぜかというと2つ理由があって、フランスの当初来た時、フランスのテイストとちょっと合ってないっていうか、うん、このワーク系のものをちょっとこう着崩すみたいな文化があまりなかったのね、当時、うん、今はだいぶ若い子そういうことしてる。アメリカンテイストのものを、ワークブーツを履いちゃうとそのワーカーになっちゃう、うん、そういう部分があって、ある文化だったのと、でもう一つはこうサイズがね、ちょっと小さかったんですね。若い頃はキツキツ買ってたから、このサイズが少し小さくてね、この辺が当たって足が痛くなっちゃったのね、うん、それで履かなくなったんです。でもね、これ生涯私が買った靴の中で一番高い買った靴ですね。3万3000円だったかな、当時。3万3000か6000円だったか忘れたけど、うん、でこれはね、やっぱりすごく丈夫なんで、今日はサプライズとして、なんと親から声受け継ぐ梅林くんに進呈いたします。マジ？え、僕に？そう本当に？うん、あ、そう、かっこいいでしょ、なんか履いていい、うん、なんか渋いね、なんか履いてよ、なんか、あ、履くの、うん、今じゃなくて、そうだね、後でね、うん、履いてみよう、うん、あんまりね、ファッションそんなにき、あ、そう僕ファッションとかね、本当にね、音痴っていうか、興味ないけど、
興味ないっていうか、なんかファッションについては本当もうすごく詳しくなくて、もうねえ、なんかど素人というか、なんかそういうファッションっていうのはあまり興味ないから。チュンパンテレさんモード。そうそうそう。いやいや、そんなそんな上手くないし発音。はい、いやいや、でもいや、そうか、嬉しい嬉しい。でね、このレッドウィングなんですけど、ちょっとアンチョコがあって、私あんまり詳しくなかったから今更ちょっと調べたんですけど、うん、1905年ミネソタレッドウィングという町に生まれたそうです。うん、ね、レッドウィングという町があるんですね。その中でチャールズ・ベックマンと14人でレッドウィングシューズカンパニーっていうのを、旗揚げしたそうですね。でこれ特にこのアイリッシュセッターっていうこの独特のね、このなんていうの、このオレンジ色の茶色、うん、これがね僕すごく好きで、ね、大体あのワークブーツっていうとね、ちょっとここにあるけど、ちょっとこうすごくこういうなんていうの、茶色のものが主流だったのね、うん、でその中ですごくこうこの赤色がね、要するにアイリッシュセッターね、犬の、うん、それの毛並みに似てるとすごく綺麗ということですごく気に入って、当時ねあのこれにねすごくオイルを塗ってね、うん、水にすごく強くして履いてる人もいたんだけど、すごくなんかこう色が濃くなってね、ああね、で おまけにこうすごく型崩れしやすくなるんで、僕はあんまりこう塗らなかったの、うん、だから雨にはあんまり強くないですね。結構雨染みっていうんですか、雨染みがこう、まあそうかできるんだけど、オイルはあまり塗らなかったですね、この色のままのでいてかった。でそれ、うん、これがオロラセットっていう変わるらしいです、であのウィキペディアに出てなかったんだけど、昔聞いた話では、普通この皮をね舐めす過程で塩を使うんだけど、その塩をなんか使ってないとかっていう話を聞いたことがあります。でこのね靴底、これは張り替えてないオリジナルのままなんですけど、このこれがねクレップソールっていう白いね、まあ、ソールなんですけど、あのこれ要するに、まあ、いわゆるアウトドアの靴なんだけど、うん、あの履いてて思ったのは、うん、非常に都会のアスファルトの上が快適っていう意外性があった、うん、アウトドアだからなんかねちょっとこう不整地っていうか、まあそういうとこが良さそうなんだけど、僕としてはこれアスファルトの上ですごく快適だったですね、うんうん、でこれはワークブーツっていう括りで一般的にあの語られてるんですけど、本来はあの狩猟用ハンティングブーツなんだそうです、うん、そのせいでこの後ろがあまりこう溝が深くないあのトレッドパターンっていうのになってて、うん、あの音がこう土を踏んでこう進む時にあのちょっと湿ったところなんかで音が出づらいらしいんですね、うん、でこれそれでこういうあのソールの形状になってるんだしらしいです。で一つあのあれだったの、これであの山登り行ったことあるんですけど、うん、あの濡れた斜面 あの草の上通るともうすごく滑る。そうなんだ。気をつけないと。それで一回捻挫してね、2ヶ月ぐらい膝痛かったことある。そうなんだ。だからこのワークブーツって言ったってあんまりこう登山に使うような軽登山でもあんまり斜面のとこは濡れた斜面はちょっとやめた方がいいかもしれない。うん、やっぱりねあのビブラムソール、ああいう方がいいっていうこと。何それ？なんとかソール。ビブラムソールってあのイタリアで生まれたあの。登山靴用のね、靴のソール、ボコボコしたあの、まあ、メーカーじゃなくてこの、あの靴底のメーカー、靴底ビブラムソール、そんなのあるんだ。そうそうそう。で、靴底があのボコボコしてて、あの、まあ、登山用に作られたトレッドの靴底ね、それイタリア製なんですよね。まあそういうことで今日これはあの梅林くんに進呈いたします。大事に使ってください。うん、早速ね、はい、後でちょっと試してみるので、はい、ちょうどいいんじゃないかな、はい、足の。でもう一つはね、まあ、ワーク系という括りでちょっと話余談になるんですけど、これを何年ぐらい前かな、3年ぐらい前あのフリーマーケット歩いてたら見つけたんですね。であの黒い靴が一つ欲しかったのであの買いました。でほとんど底もねすり減ってなくて使ってないってオーナーさん言ってましたね。
で値段聞いたら10やっぱり10ユーロということで今で言えば1200円ちょっとぐらい、うん、安いなと思って買って帰ってよく見たらね一つ中敷きがなかった紛失そうなんだそうそれで安かったんだなと思ってでこれはあのワーク系のフランスでいうクレマンっていうんですかクレマンの靴ですくしゃみそうそうごめん花粉症花粉症目もめっちゃかゆい今年ねフランス花粉すごいんだって今年そうなの、うん、そうそうなんだ、うん、そうやばいらしいよそうなんだ、うん、気をつけないマスクしてだから今年マスクして外に出ていいじゃないフランス、うんうんうん、めっちゃ助かるよねだからもう鼻声で僕もちょっと花粉ででまあこれ日本で有名なのかなどうか分かんないけど、まあ、クレマンっていうあのメーカーなんですでねこれサイズがねめっちゃでかいんですよね45ということで多分30センチぐらいあるのかな見えないなちょっと、うん、暗くてまあいいやそして45だから普通僕43入ってるから2つも大きいんだよね、うん、だから中敷きを入れてあの履いていますかなり大きいですねこれねで靴底をまあこうちょっと石が噛んでますけどこんな感じで結構ラギットソールっていうのかなでもちょっとねゴムはねゴム質あれより柔らかいですねあのビブラムより、うん、だからこれ大体あのこのメーカーっていうのはあのフランスの消防署で働く人とかあのポリスマンの制服っていうかまあ支給されるのを作ってるあとこのメーカー、うん、軍隊のサービスシューズっていうのかなダービーシューズなんかを卸してるメーカーらしいですね、うん、だからまあパラブーツなんかよりは全然高級靴じゃなくていわゆるこうワーク系の靴になりますでもちょっとねやっぱりテイストがなんかアメリカと少し若干違うような感じがねしますよね、うん、靴紐はなかったんで後で買ったんだけどつけてみたらすごく短くまあいいかなと思って、うんはい、それでワーク系というくくりでフランスの次はこれですねもう結構ワーク系のものが好きでねはいこれはねウーデーフ GDF っていうのかなエレクトリック・ド・フランスガーズ・ド・フランスってあのフランスの電気ガス公社っていうのかな、うん、そういうところの、 あの制服らしいですこれがなかなかねかっこよくてねもうすごくシンプルなんですけど化繊でかなり丈夫なコーデュラっていうのかなちょっとコーデュラナイロンのような感じで、まあ、市販されてるもんじゃなくてこう なんでこういうもんが出てくるのか分かんないけど、まあ、デッドストックでたまにこういうのが探してると出てきます、まあ、フリーマーケットに行くとねこういうのが出てきて結構面白いですよねこういうねもうなんかいらないって言ってなんか売っちゃうのかもしれないね本人からしたらもうただの制服みたいなもんだからそうそうそうただねガーズ・ド・フランスっていうのはこれ今もうこのロゴじゃなくて今ね2007年調べたら2007年になんかやっぱり多国籍エネルギーのスエズっていうところと合併して今ガーズ・ド・スエズとかって変わっちゃったんだよねだからこれ面白いよね当時のロゴでね2007年以前のロゴだと思うんですね、うんまあ、ワーク系だからもう本当にシンプルでこういうとこはこのベロコロっていうのをこうマジックテープであと簡単にこうプラスチックのファスナーになってポケットもただのこういうなってでもこういうなんかなんていうのかな素っ気のような作りがすごくいいですよね、うん、なんかこの赤のねこのパイピングもなんかおしゃれだしこれ結構好きですねこれはまあそんなに古いもんじゃないっていうことなんだけどもう一つはねちょっと古いもんでねこれはねなんかね帽子これ面白いフォルムでこう前がこっちなんだってこっちでで後ろがこう長くなってて
雨の中でね作業する帽子で、ここで紐でね顎のとこをこう結ぶらしいんですよ、うん、で名前書いてるからね、やっぱり名前、うん、使われてたものになるんだろうね、うん、あ書いてる書いてる、なんか 年代聞くと1950年前後頃、要するにヴィンテージじゃないかって言ってたね、40年から60年ぐらいのものじゃないかみたいな。お古いね、うん、結構だからゴアテックスとかね、知ってる？知らない。なんかあれかな、ゴアテックスって、うん、まあ、あの素材なんだけど、防水の、ね、うん、あのファブリックなんだけど、要するにあの体の中から汗は出すけど雨は通さないっていう、こう昔そういうのなかったの、結構、うん、前言われてたマジックのようなものでしょ、うん、昔はね登山行ってもあの防水の服を着るとね、もう中が汗がね、うん、外に出ないからびしょびしょになってる中がね、そういうものしかなかったんだけど、あの要するにだからこういうオイルでこう防水機能を持たせてたっていう、うんうん、そういう面白いねこれね、うん、もう一つはね、やっぱりこれもフランスのオイルを染み込ましたあのなんていうのワーク系のウェアです、うん、これもねなかなか渋くて、ね、これ好きな人すごい好きだと思うんだよね、うん、ここにね見えるかな、これタグがついてる、うん、見えるこれこのタグ何なんだろう、サイズかな、サイズ名前じゃないよね、使ってた人これ新品だって言ってたからね、はい、うん、多分サイズかなんかのタグだと思うんだけど、これ中もね中張りがなくて一枚仕立てでこういう、うん、ここにポケットがあって、ここにもタグ、シンプルなこういうタグね、うん、がついています、うん、まあ、こんな感じで、まあ、ワーク系が好きっていう、でもこういうとこおしゃれでしょ、ちょっとなんかこうボタンでこう、うん、ちゃんとマチがついてね、ここ袖をこう、うん、すぼめられるようになってて、なかなか渋いよこれ、うん、面白いよねこれ、うん、ということでこれフランスのワークウェアでした、うん、でこれ私今着てん仕事中に着てるのはこのオシコシュっていうアメリカのワークウェアメーカーで、うんうん、これはあの東京のひばりが丘の矢島工務店の矢島さんに23年ぐらい前にいただきました。お結構僕だいぶね昔から使ってるって覚えてるけどね、結構、うん、そう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 、僕はもうすごいガキンチョだった頃とか、うん、そうそう、なんかずっと着てる、全然壊れることもなく大事に使ってます。矢島さん見てますか、ありがとうございます、うん、はい、矢島さん生きてる？いやいやいや怒られちゃう。誰なのか分かんなくて。矢島工務店の社長さんです。そうそう、はい、すごい失礼なこと言っちゃったかもしれない。いやいやいや、なんかすごい大先輩かなって勝手に思っちゃってて。いやいやいや、うん、まあそんな感じで。もうでも引退してるかな、息子さんにもう代移ってるかも分かんない。うんうん、ちょっと分かんないけど。はい、そんな感じで今日は、ワークウェア、ワークブーツ談義でした。はい、僕の靴ね、はい、これなんだっけ名前、レッドウィング、レッドウィング赤羽、そうそうそう、あのやっぱそのファッション音痴なんで、もう名前忘れてる、もらったものなのにもう忘れてるっていう、あんま興味ないのファッションね、興味ないっていうか、うん、なんか、うん、確かに興味がないわけじゃないんだけど、うん、なんか特に調べたりしない、ゲームとかパソコンのスペックは異常に詳しいけど、ゲーム系は全然興味ないよね。そうそう、ゲームとかあのスマホね、とかそういうパソコン、スマホとかそういう、なんていうの、あの私よく分かんないけど、そっち系のガジェット、うん、なんていうの、うん、そういうの、いやもうパソコンタブですね、僕は本当に。なんていうのあれ、そう、ガジェットでしょ、ガジェットというか、うんうん、自分でね、パソコン組み立てたりしてるもんね、うん、またそういうの動画上げてみれば、うん、まあ、上げようかなと思ってる、うん、お金が入ったら日本語とフランス語でさ、いろいろ上げてみればいいね、お金が入って、ね、うん、買って、はい、組み立てるっていう動画多分ね、はい、あの載せると、まあ、
あ早速ね靴をちょっと試したいと思います。はい、レシーブのね、このライトでいっぱい、うん、肩崩れ、これも肩崩れしない大事にしてるんだよ。紐を解いて、うん、よいしょ、ちょっと硬いな、ちょっと、うん、あれ紐かなりね、それね、あれやんないと、こういう風に、そうそうそう、ほどいていかないと、ちょっと、かっこいい色だね、でもね、かっこいい、うん、大事にしてね、ちょっと、雨の日はあんまり、ちょっと、雨の日はあんまり履かない方がいいよ、さっき言ってたね、それ、うんうん、ちょっとなんか、慣れてないから、こういう靴履くのが。ちょっと、はい、多分サイズいいんじゃないかな。でもね、最初はね固めだよ、履き心地、固めジョギングシューズとかばっかり履いてたから、うん、なそう感じると、お、入るかな、うん、よし、入った。ちょっとここ大丈夫か。うん、大丈夫、はい、よし、入った。あ、ただそこに新聞が残ってたいいよそれ、まあいいや、はい、ちょっときついけど、うん、後で撮るから。おお、かっこいい色だな。かっこいい、やっぱりかっこいいよこれ、レッドウィングスだっけ、色がやっぱいいよね。よし、はい、オレンジがかっこいいとか渋いよ、いいね、はい、なんか新聞がまだ残ってるから履き心地が悪いんだけどいや、左がなんか履き心地が悪いんだけどちょっとね、ちょっと紐が、そう、慣れてないね、慣れてない、ブーツ系は慣れてない、全然。よし、よし、かっこいい、わあ、かっこいいのだな、やっぱり。間違えた、よし、かっこいい、よかったじゃん、かっこいい、そう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 、これあれだよ、よし、僕が君の年ぐらいの時買ったんだよ。俺と同じ年、うん、そう、働いてたからね。どう、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、こっちがいいか、かっこいい、かっこいい、確かにちょっと履き慣れてない靴だな、これは、うん、そう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 、硬いからね、硬いね、運動靴ばっかり履いてるとさ、そうそうそう、柔らかいね、スポーツ系、うん、スポーツ登っていってごらん、はい、いい、かっこいい、かっこいい、うん、うん、いいね、かっこいい、ちょっと硬いね、硬い、硬い、それはそうだ、履き慣れてない、ワイプ系の靴だもん、硬い、履いてみました、はい、じゃあまた、はい、次回のね、はい、親父の雑談4を、はい、取ろうと思う、ちょっとなんか人うるせえ、はい、うるせえな、はい、まあ通常なんですけど、はい、住んでるんでね、こっちに、うん、そうそうそう、他に住人がいるんで、親父の雑談を楽しみに待っててくださいね、バイバイ、バイバイ。